はい、おはようこんにちは、ホニワです。ということで、今回はね、謎ぷよやっていこうかなと思います。で、何の謎ぷよやるかって話なんですけども、まあぷよぷよパズルポップのアドベンチャーモードですね。まあ、そちらで、まあ、ちょくちょくその謎ぷよみたいなステージがあるんですよ。で、そちらの謎ぷよで、まあ普通に配信外でちょっとストーリーやってた時に普通に分かんなくて解けなかった問題をやっていこうかなと思います。で、もう基本的に、まあ多分答えまでやるので、ネタバレになるので、自力で、こう、謎ぷよを解きたいという方は、こちらの動画を一旦、見ない方がいいです。はい。ということで、何の問題をやるかという話なんですけども、リデル編の M の3と、メイエナからの挑戦3ですね。こちらの問題、やっていこうかなと思います。はい。もうすでに10分ぐらい考えた気がするんですけど、普通に何もわかんなかったんですよね。はい。ということで、このメイエナからの挑戦。見ていこうと思います。そう、これお助け機能で一応なんか対戦スキップして、宝箱をこう手に入れることができるみたいな機能ですね、これ。はい。で、まあ見るからになんかやばそうな盤面なんですけども、プヨを12個同時に消していこうという問題なんですよね。今日全く分かんないです。ちなみに本当に何も分からないんですけども、これどうすればいいんですかね。まあ、とりあえず、一回やってみますか。いや、わかんないって。これ何を基準にして考えればいいかわからんから、解けないんですよね、これ。なんか適当に置くか。けどこれ、黄色かなんかでは発火すないかんのよな。けどこれ消しちゃったらもうダメだもんな。もうダメだよね。12個同時っしょ。けど、基本的に12個なんで、この3個3個のぷよが、2色同時に消えてくれればもう12個なんですよね。なんで、使う色、まあ、多分、そう、2色は使うと思うんですけども。で、これ問題は、本当に、黄色まで使う必要があるのかって話なんですよね。そこが分かればもう大体答えだと思うんですけど、いや、全く分かんないっすね。ちょ、待って、本当に分からん、これ。待って、だから、仮に黄色から発火しようとすると、いや、どうすればいいんですかね、これ。え、けど、無理なんですよね、うん。黄色から発火しようっていう発想そのものが違うかもしれない。え、けど、こんなことしてもさ。これは2連鎖ですね。失敗じゃんだよ。これどういう視点で見ればいいんだろうな。えけど、下から発火するってなると紫か青以外ないんですよね。あ、だからその下から発火する線を考えるならあれか。ちょっと待って、一回適当に消します。もう分かんないんで、総当たりで僕は攻めます。数打ち当たる、そういうタイプでいきます。けど、いや、この消し方は違うかな。いや、ダメやんけ。いや、待てよ。12個同時よな。本当にね、考え方が分からん。普通に対戦してたらさ、これを連鎖にしましょうとか分かる。これを12個同時に消しにしましょうなんてさ、そんなん気の狂ったようなことしないし、そもそもなんでこんな盤面になるかっていう。あ、ダメですね。その現実的な話をするべきではないです。謎ぷよというものはね、徳川をこう苦しめるためにね、作者がいろんな悪事を働いているものなので、はい、その悪事を暴いていきましょう。そう、作者側の悪意を、読み取ればいけると思うんですよね。で、これ本当に全部使う必要があるのかっていう、また話に戻っていくんですけど、いや、わかんないよ。考えたけど普通にわかんない。え、これもしかしてあれかな？いや、無理だな。関係ないな。俺一回消しても、
ええー、けどこれえどどういうこと？これ三連鎖。お邪魔消えろ。あ、待って、あ、いやダメか。まあもう一つの回としてはあれか。12個だから、あ、やったごめん、何でも足りてないわ。これはそうですね、何にも分かんないですねどうせの？え、けどこれだったらまあ2連になっちゃうし、もうこれは、あ、そうか、2連鎖だわ。え？残念。何がどうなったら消える？ 12 個よね、12個。真ん中、え、けどこれ発火するのもさ、いや、なんか見えてない連鎖あります？けど赤、例えばさ、左からあの幽霊使ったらもう2連になるじゃないですか。で、幽霊2連あるんですけど、まあ、使ったところでだよななんか幽霊ちょ、一旦ちょっといろいろもう総当たり戦法でいこう。あ、これ3連か。紫はなんか露出してるけど、まあ、露出したところで使い道はない。これは3連になっちゃう。あ、4連か。なんかね、多分この辺のどっかでね、今答えに近いことやってるはずなんだよな。なんかもう消しながら何かを見つける以外たくないと思うんですよね。多分ね、答えに近いことで今やってたと思うんだよな。待てよ。例えば、幽霊使う言っても、言うてもなんすよね。まあ、ここで、ん？なんかこれ近いことやってる、もしかして今俺答えに近いことやってる。いやでもな、あのお邪魔ぷよが消えてからどうしようもないんだよな。もうこれ2連だもんな。いや多分なんか近いことやってそうなんだけどな残念だよ。目なだんだんイライラしてきた。メーナってやつは、あの、今回の物語の、まあ、重要参考人です。参考人？まあ、例えば、段差作って、あ、すいません、あの、わかりましたそういうことかあ、そういうことか。くー、あ、けど、よかった。順々に近、あの、あれ、答えに近づいていったね。すいません、わかりました。答えわかりました。これだ。あくそ、時間かかったそうだ、確かにそう、言った通りだよな。2色で、2もんな。あー、すっきりした。よし。ということで、無事、答えに行き着きました。でね、あの、謎ぷよ、何問かあるけどね、結構幽霊使う問題もちょいちょいあるからね。そう。あの、幽霊の概念を知らない初心者の人は多分これ解けない問題だ。ということで、あの、なかなかね、今作、尖ってる、
ところが多いですね、本当。なんか謎ぴよ異常に、マジで、アドベンチャーの途中の道路みたいなところの敵は、まあ基本的、まあけど確かに初心者からするときつい。アイテム込みに考えるときついけど、まあ、初心者側もアイテム使えばそこそこまあ勝てるっちゃ勝てるんで、まあって感じなんですけど、謎ぴよはなんか極端に難易度が上がってるイメージがあるんですよね。けど、まあ謎ぴよとね、対戦は結構頭の使い方も違うんで、うん。まあ、まあ、どちらもね、まあ、良さはあるのかなと、すごい適当にまとめてしまいました。はい、ということで、問題解けたんで終わります。ご視聴ありがとうございました。